こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名古屋大学の最近の研究の話題をお届けしています。今日は植物の話題です。植物って種を作りますけれど、その種を作るのに必要な暗号を発見したという研究のお話です。このお話の舞台は白イネナズナという植物の研究でよく使われる花の胚種、種になる部分です。雌しべの中には 0.1 ミリくらいの小さな卵のような胚種がたくさんあって、種になる瞬間を待ち構えてるんですね。でその一粒一粒の胚種の中には助細胞、助ける細胞と書いて助細胞という細胞が2つずつあるんですが、どうやらこの小さな細胞の中に種を作る複雑な仕組みがあるようです。名古屋大学生物機能開発利用研究センターの笠原隆志郎特任准教授にお話を聞きました。助細胞っていうのはですね、すごくおしなべて言うと、動物で言うと女性の部分なんですよ。男性女性の女性の部分なんですよ。子宮とか卵巣とかそういうイメージ。それに近いです。女という字ではなくて、助けるという字で助細胞。そうですそうですそうです。機能はその女性の機能なんですけど、漢字は違ってて、助ける細胞ですね。この細胞は何をしているかというと、その、女性の部分ですね、そのところに動物と同じでオスをおびき寄せて、それで受精して子供を作るんですよ。うん。でそのオスの方に来てくださいって言って、動物でいうホルモンを出してるんですね。ホルモンみたいなもので、そのホルモンみたいなものを出すのに必要な遺伝子っていうのが昔見つかったんですよ。はい。でそれがMIB98 っていう遺伝子で、 MYB98 と書いて、はい、MIB98、はいそうですそうです。この遺伝子がその助細胞で発現をすると、動物でいうオスの部分ですね、動物でいうオスの部分がやってくるんですよね。でその動物でいうオスの部分は何かっていうと、花粉ってご存知ですよね、はい、あれ花粉っていうのが花粉管を伸ばすんですよ。で花粉管を伸ばして、その花粉管がその助細胞のところに入って、それで受精して種を作るんですよ。これはルアーっていうタンパク質があって、はい、このタンパク質が花粉管をおびき寄せるんですよね。でこのルアーっていうタンパク質を調節してるのがこの MIB98 っていう遺伝子なんです。でこれまではこの MIB98 が先に見つかって、その後このルアーが見つかって、じゃあ一体この MIB98 っていうのはどういうものによって発現を動かしてるのかなっていう話が今回の、一番大事な話なんですね。そそられる暗号という。そうですそうですそうですなんですね。でこれ僕がその MIB98 を見つけてからもう18年になるんですけど、はい、これが分からなかったんですよ、ずっと。でも暗号があるということは笠原先生は分かっていたんですか、ね、そうですね、おぼろげながら、はい、あるんだろうなっていうのは分かってました。で、ここで暗号って言ってますけど、はい、暗号っていうのは別にモールス信号とかではなくて、動物もちろん人間とか植物も持ってる DNA なんですね。暗号は DNA。 そうです。で、うん、DNA ってその一つの細胞の中に、はい、1セット入ってる、その塩基配列って言ってね、 ATGC からできてるものなんですけど、はい、その、ATGC がどういう配列をしているのか、でその配列がある決まった配列があると、この助細胞で発現するんだよっていうのが分かったんです。で見つかったのがこの SAEM っていう暗号で、CATTTACACATTAAAA っていうこの SAEM っていうやつですね、16ベースのこの暗号があると、ここに MIB98 を発現させる重要なタンパク質がくっついて、で
MIB19 と発現させるんですよ。ああ、そういう意味で暗号なんですね。そうです、そうです。そしたら何が起こるかっていうと、この下流にはさっき言ったルアーっていうタンパク質があるんで、そのルアーのタンパク質に命令して、はい、お前出なさいと。出たら、今度そのタンパク質が花粉管を誘引するわけです。それで受精するんです。一連のメカニズムがこう、そうです。見えた。この SAEM っていうのは種を超えてこうあるっていうふうに、ね。そうなんですよ。いろんなあのアブラナ科ですね。あのアブラナもそうですけど、アブラナご存知ですよね。はい。うん、あの中にも菜の花とか、菜の花とか、うん、ああいうものの中で MIB98 遺伝子が見つかって、でしかもその MIB98 の上流にこの暗号が見つかりましたよっていう話です。じゃあこれの示唆するところっていうのは、そのアブラナ科の中の違う種の育種が可能になる。そういうことです。この、SAEM、実はこれ全く同じじゃないんですよね。植物によってちょっと違うんですけど、でも白いナズナではこの並びで、で他の植物でもこれにすごい似てる並びがあるんですね。はい。で例えばこのすごい似てる並びのやつを、その他のアルバブラの中の植物からこの白いナズナに入れてやると、他の植物でも全然違う花粉管を誘引できたりするんですよ。ということは何かっていうと、違う植物の花粉管でも受精できます、できるようになりますよ。だから雑種を作るのが容易になりますよっていう話につながっていく発見です。浅野先生、この植物の分野で雑種を作るっていうことはどのように重要なことなんですか？植物の世界ではその雑種共生といって、これは動物の世界でも言えることなんですけど、はい、例えばあの犬ありますよね、犬、あのワンちゃん、はい、ワンちゃんの雑種って、あの他の血統書付きの犬より強いんですよ。そういうことか。うん、なぜ強いかっていうと、やっぱりそれぞれのその種のいいとこ取りして作るんですね、子孫を。そうなると雑種の方が強いんですよ、うん、で植物でもそのいいとこ取りができるようになりますよ。で、あのね、これまで作物とかで美味しい作物が取れてきたっていうのは、この交雑育種によってできたことっていうのが非常に大きいんですね、うん、病気に強いですとか、虫に強いとか、味が美味しい、はい、うん、もう顕著なやつで言うと、そのあのお米ですよね。お米なんか、昔のお米ってとてももうバサバサで食えたもんじゃなかったらしいんですよ。あのそれを、江戸時代、それから明治時代、ね、大正時代、昭和時代の人が一生懸命育種をして美味しいコシヒカリができたんですよね。だからそういうあのいいとこ取りをして育種っていうのは成り立ってるわけですね。でも雑種の交雑ができなければそれができないわけですよね。だから今回のこの暗号の発見っていうのは、その交雑の育種をもっと簡単にできるんじゃないか、そういう技術が生まれるんじゃないかっていうことで、基礎研究として大事な研究なわけなんですよね。なんか嬉しくなりました。まあまあそんな感じですね。難しいことを言ってるようですけど、実はそういうことなんですよ。今笠原先生はアブラナ科、白犬ナザナで調べていました、はい、ものアブラナ科以外、例えばそのお米ですとか小麦とか、うん、そういった違う科の植物でこの SAEM のようなものがある、または SAEM があるといった可能性についてはどう思われますか？実はですね、今回の論文には載せてないんですけど、稲とかそういうものでもこの似たシーケンスは見つかってるんですよ。ああ、そうなんですね。はい、16ですか、やっぱり。そうです。すごい似てるんですけど、うん、やっぱりちょっと違うんですね。で、なんで違うかっていうと、そういうことなんですよ。その他の植物のタンパク質が来てもつけないようになってるんですよ。うん、そうすると、交雑できないんですよ。それは自然が自然で、自分たちで自分たちを守るためのシステムっていうふうにも考えていいですか？そうですね、簡単に交雑を起こさせない、
つまり、うん、動物でもそうですよね。例えば、はい、ネズミとか犬が交雑しないんですよね。生殖確率ですよね。で、おそらくそのネズミとか、他の犬とかで SAEM みたいなのがあって、それが全然違うのでくっつかずに雑種ができないようになってるんですね。それでブロックしてるんですよ。なるほど、うん、で今回この笠原先生の研究成果というのは植物研究の分野において具体的にどういう領域にどういったインパクトを与えるというふうに先生はお考えですか？この今回のこのことで一番大事なのはやっぱりその除細胞っていうものが究極に最終的には除細胞というこの細胞がどうやって他の細胞に制御されているかっていうのを知りたいんですね。除細胞がどうやって他の細胞に制御されているか、はい、そうですよ。これ言ってもこの話っていうのは除細胞内で完結する話なんですよ。実はこの中央細胞とか他の卵細胞とかと助け合って何かしてるんじゃないかっていうのを感じてるんですよね。そうすると、そうですそうです。コミュニケーション取って、そうですそうです。で、それを知りたいっていうのが一番大きなところですね。というのは僕はもともとその理学関係出身なんで、はい、雑種を作ったりとかそういう農業に発展させるというよりは、どういう役割を果たしているのか、そういうのをまず知りたいんですね。真実を知りたい。そうです。そういうことです。うん、それがあわよくばその農業につながっていけばいいなって考えてるんですね。笠原隆志郎特任准教授のお話でした。ノート記事の方には研究に使った白犬ナズナの胚種の画像や暗号が機能する仕組みの図も交えて紹介しています。概要欄からチェックしてみてください。ご意見やご感想などはご意見フォームからお待ちしています。さて今回は笠原准教授のこの言葉で終わりたいと思います。これすごい愛着あるんですよ。なぜかというとこの遺伝子見つけたのは僕がユタ大学っていうところで大学院生やってる時に見つけたんですけどね。あ、そうでしたか。それからずっと謎だったんですよ。でもやっとまあ分かったっていう話なんで、すごい嬉しかったなと思います。これが見つかったのは思い入れのある研究が、あ、そうですね。やっと18年かかったんですよ。すごいですね。嬉しいですね。それは、そうなんですよ。